第三次、ミトリダテス戦争は、ポントス王国とローマの間に、紀元前75年から紀元前65年に起きた戦争で、3度にわたる、ミトリダテス戦争の最後のものである。この戦争では、ミトリダテス6世が率いるポントスが先手を打って、攻勢に出たが、ローマが逆転し、グナウス・ポンペウスの遠征軍がポントスを滅ぼした。 ポンペイウスは余生を買って、アルメニア、シリア、ユダヤまでローマの勢力圏に収めた。第二次、ミトリダテス戦争の後、ポントスとローマの間の戦争はやんだ。しかしポントスに対する反乱やカッパドキアとの国境争いがあり、地域の紛争は続いていた。紀元前77年にクイントゥスセルトリウスがヒスパニアでローマに対する反乱を起こした。 ポントス王ミトリダテス6世は、セルトリウスの反乱に呼応して、全75年に、ローマに対する戦争を起こした。紀元前74年の春、ミトリダテス6世は、アルメニア王国やボスポロス王国と同盟を結び、大軍を催して、ビチュニアに攻め込んだ。ビチュニア王にコメデス4世はこの年に子供を残さず、死亡、王国をローマに移動していた。 ビチュニアの新たな支配者として着任した総督のコッタはカルケドンに立てこもった。ミトリダテス6世はこの死を封鎖してビチュニアを制圧し、さらにアシア属州へ向かった。ローマはグナエウス・ポンペウスをヒスパニアに送り、アシア属州にはルキウス・リキニウス・ルクルスを送り込んだ。ルクルスは現地のものと合わせてここ軍団を中核とする軍を編成した。 キュジコスの戦いは頑強なキュジコス氏の守りと補給線を遮断したルクルスの作戦で冬にはローマの勝利に終わった。ミトリダテス6世軍は退却中に大損害を出した。その後、ローマはビチュニアの占領確保に、ポントスは軍の立て直しに時間をかけた。ルクルスは紀元前71年に行動を起こしてポントスに攻め込み、 ポントスのいくつかの都市を攻めた。迎撃に出たミトリダテス6世はカビラの戦いで敗れてアルメニアに亡命した。ルクルスはそのままポントス各地に軍を進め全土を占領した。この年にはセルトリウスの反乱と第三次奴隷戦争が鎮圧された。ルクルスはアルメニアにミトリダテス6世の引き渡しを求めたが、 ミトリダテス6世の婿にあたるアルメニアをティグラネス2世は断った。ルクルスはポントス平定が終わると紀元前69年にアルメニアに侵入した。エウフラテス側を越えたルクルスはティグラノセルタという町を攻めた。ティグラネス2世はアルメニア軍を率いて救援に出たがティグラノセルタの戦いで敗れた。ティグラノセルタは ギリシャ人傭兵の内容で陥落した。ティグラネス2世はパルティアに援軍を求める使者を使わし、ルクルースもパルティアに援軍をよこす傘もなくば、中立でいるよう求める使者を出した。パルティアは、双方に色良い返事をして生還した。ティグラネス2世は、ミトリダテス6世に不評を預け、自らは騎兵を率いて、ルクルースと対峙した。両軍の陣が長引いたので、 ミトリダテス6世は自国に戻って、ポントスダッに取り掛かった。紀元前67年に、ミトリダテス6世は、人頭指揮をとって、海戦を挑み、二度にわたって、勝利を得たが、二度とも自らの負傷のため、追撃できなかった。アルメニア戦役を略奪に頼って始めたルクルスは、補給の困難を感じ始めた。ルクルスは、元老院に召喚され、 ローマ軍は引き上げ、ミトリダテス6世は、ポントスを回復した。ポンペイウスは、ヒスパニアの反乱を鎮圧した後に、地中海の海賊を相当した。キリキア征服によって、この戦争が終わると、残るローマの敵はポントスだけになった。ポンペイウスは、ミトリダテス6世に対する戦争の指揮権を、委ねられた。一度国を占領された、ポントスの戦備は、 本腰を入れたローマ軍に対抗できるものではなかった。ポンペウスは、後方からの兵坦組織を、しっかり構築しており、この面でも付け入る隙はなかった。幾度か交戦しつつ、ミトリダテス6世は小規模の軍隊を率いて、退却を続け、ポントスからコルキスに出した。彼は、コルキスから、アルメニア、スキュティアを通って、アゾフ海に出て、 ポントスの従属国だったクリミア半島のボスポロス王国にたどり着いた。ポンペウスは、ポントスを占領してからコルキスを通過し、ミトリダテス6世との戦争が終了したと判断して、紀元前65年にアルメニアに入った。この時、アルメニアでは、ティグラネス2世と彼の王子たちとの間に争いが起こった。ミトリダテス六世の娘、 クレオパトラを母とした三人の王子のうち二人は殺されたが、残る一人で王と同盟のティグラネスはパルティアへ、ついでポンペイウス軍のもとに身を寄せた。続いて、ティグラネス二世もポンペイウスのもとに降ったので、ポンペイウスは、不死が国土を分割するように仲裁した。しかし小ティグラネスがパルティアとローマの戦争を格索したため、ポンペイウスはこの王子を捕虜にして、 彼に分割されるはずだった領土をカッパドキアに与えた。小、ティグラネスはポンペウスがローマに外戦した後で殺された。紀元前64年にポンペウスは南下してセレウコス、アサ、シリアを滅ぼし、ユダヤを俗国にした。ミトリダテス6世は、ボスポロスで重税を課して、軍を編成し、ガリア人と同盟して、イタリアに侵入しようと考えた。しかし、 全63年に、息子のファルナケスが反乱を起こしたため、護衛兵に命じて、自らを殺させた。ファルナケスはポンペイウスに死者を送り、ローマと交わして、ボスポロス王国を保った。ありがとうございます。